秋田県道102号大館高野線は、秋田県大館市から、北秋田市に至る、一般県道である。大館市住吉町で国道7号から分岐、被内三6広域農道と重複し、南進して、道市根げで、国道103号の大館南バイパスと、立体交差、米城川にかかる田中橋の先で西に折れて、そのまま直進する、広域農道から分岐する。 米ネ川左岸を西へ進んで、秋田自動車道と交差した後で、秋田自動車道の西側を南下して筆先集落を通り、大館市や海市で、秋田県道52号被内多市路線に合流する。米ネ川の南で、県道52号から分岐して89メートルで、一旦路線が途切れる。再び、北秋田市栄屋座田沢の田沢神社付近から路線が始まり、 ほぼを精神し、国道105号高野スバイパスと交差。ここから、市街地を通り同市住吉町で、秋田県道24号高野ス河井道側線に接続する。なお、北秋田市境から旧高野ス町の中心部までの区間は、国道105号高野スバイパスの共用開始に合わせて、拡幅され、直線道路となった。東県道にほぼ並行するように、 秋田自動車道が共用している。以下、秋田県広報による路線状況細部の変更。北秋田市田沢油区海館付近あたり県道の未開通区間は南側を高野市大館道路が通り、全線が開通する見通しがない。起点付近国道105号との交点中綱、交差点終点の北秋田市住吉町交差点。ありがとうございます。